俺は今日からここ聖愛学園に転校してきた男の中の男、その名も誠吾。あ、味がありますなぁ。あー、ないないない、よし、えぇー、ほっほっほっ、兄ちゃん、どうしたらいいの。ストラッフォーン、えぇー、えぇー、みんな、おい、なんだよお前ら。君転校生？何も知らないからしょうがないけど、女子に近づくなんて危険すぎる。君殺されるよ。殺す？バカなの？山田君、時間が。君名前は？俺の名前は。時間が。時間。まだ喋ってる。まだ間に合うなら別の学校に転校した方が君のためだと思うから。転校した方が。あ、なんだよお前ら。おい、なんだよ危険って。おいおい、君たちまだ我慢できる？これって予算会議じゃん。なんだと？なぜいやらしい写真が。我慢できなきゃ部活の予算は
もらえませんからね。ダメだ。俺も。ミチュが2ニニが23が6ニシが8。無理しちゃってどこまで耐えられるかな。ニゴ おっぱいだ。ニゴ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 10。よし。262。にして14。2816。我慢しなくてもいいんだと。肉、お肉、お尻のお肉、いやもうヒップ、もうダメです。君は、こんなの許せねえ。痛い。ちょっとそこの男子、クラスと名前を言いなさい。俺の名前は見かけない顔だと思ったら、あなた転校生ね。はじめまして。私はこの学園を取り仕切る父クラブの会長、三崎静香。俺は黙りなさい。え、何？名前は名乗らなくて結構。次はなくてよ。聖愛学園校訓。完璧なる女装ダンピの世界。ソンダンピ。聖愛学園参勤。ちかこさん、一つ、男子生徒は女子生徒へのエッチな行動および妄想を禁じる。二つ、男女交際を禁じる。三つ、いかなる場合も勃起を禁じる。はあ、本学園の男子生徒はいかなる時でも海綿体に血液が回ってはならないのです。ましてや勃起する生徒が所属する部に活動予算など。勃起しちゃダメなの。勃起は断じて許しません。それは女の子に興味を持つなんてこと？そういうことになります。その校則断る。ちょっと
だって俺にはそんなの絶対無理だもの。仕方ありませんね。俺は三度の飯より女の子が好きだし、大好物は女子のパンティー。俺の名前は誠豪介。言ったね、ちょっとやっと言った。突然だが、美咲静香ちゃん大好きだ。こんな俺ですが。変態！はちゃん！静香様になんてこと！そんな千佳子ちゃんはどんなのかな？へっ！たったれー！わー！うひょー！パパ！えい！これ！にゃー！えい！失礼します。男子たるもの、男子たるもの、我々に立てつかず、この学園ではここも立てないことね。わっ男子をいたぶるのって楽しいですね、ちかこさん。これでは練習になりません。次はもっと強いの。静香様、何か分かったかしら。誠豪介、転校ばかり繰り返していてよく分からないんです。ただのスケベとしか。男なんて低俗でクズばっかりだわね。ここは男子寮です。思いっきり叩かれたから熱持って腫れちゃってるよ。僕の名前は山田隆。さっきは助けてくれてありがとう。ああ、いや、こちらこそ。性愛学園ってこんなとこだったのかよ。びっくりしたぜ。女尊男卑って何なんだ。以前は普通の学園だったんです。男女平等の。嵐先生という、それは厳しい生活指導の先生がいて、学園は重苦しい空気に支配されていたんですが、ある事件がきっかけで。おい、どうした？やばいやばいやばい。この腐れ学園が、俺が一から叩き直してやる。嵐先生の指導は厳しさを増し、女子ばかりひどい目に。早く脱いやつ取ってくれ、早く。ここは女子にとって
地獄の学園になってしまったんでしゅ。お前ら男を誘惑しやがって。色気づいた制服いつまで着てるんだ。早く脱げ。邪魔です。おじいちかこ、スカート丈は膝から何センチだったかな。10センチです。そうだったよな。でも俺は思うんだ、膝といってもどこから測っていいか曖昧だよな。その点股間から測ればきっちり計測できると思わんか。でもお前の股下はどこだ。嵐先生黙ってろ。お前の股下の股はどこだって聞いてるんだ。ここです。そこか。本当にそこでいいんだな。嵐先生。なんだうるさい。はっ。全校生徒の皆さん、そして教職員の皆さん、学園の生活指導を担当されていた嵐先生は不慮の事故が原因で本日から長期療養されることになりました。よって嵐先生に代わり生活指導を担当する自治クラブを創設して女子生徒有志で運営します。そして女尊男卑を校訓とした女子による女子のための学園として生まれ変わることをここに宣言します。理事長臨時代理、知念 A 組、三崎静香。男がのさばる時代は今日で終わりです。それ以来こんな戒厳令下のような体制に。なんだよそれ。可愛いのに強いってやっぱり静香ちゃんは俺の天使だわ。え、三崎静香さんのこと怖くないの。正直怖いよ。でも一目惚れっていうのかな、この気持ち。ん、俺にも。ん、止め。ん、られない。ぜっ。三崎静香ちゃん大好きだー。おー、なんだよ。誠くんに男子生徒会の会長になってほしいんです。え、何それ。女子は制服、男子はこのジャージのみ。男子トイレは校舎から離れた体育倉庫脇の一箇所のみ。廊下は必ず恥を歩き、女子生徒とは目を合わせてはならない。学食はかけうどんのみ。マジか。そばもカレーも食べれねえのか。みんな以前の楽しい学園生活を取り戻したいんだ。なんか誠くんは僕たちとは違うんだ。誠くんならきっとこの学園を変えてくれる気がするんです。わかった、俺やってみるよ。まずは手始めに。
マジで？それ無理ですよ。それやばいですってば。お前ら、男なら一度は見る夢叶えてみたくないか。マコト君、もう諦めよう。バカ、知っていったみんなのためにも。チカ子さん、また起きてみたじゃん。どういう静か様だって。ほら、ほら。バカが。静か様、どうかしました？ゴキブリ？いや、ネズミですよ。なんです静か様、ゴキブリ？ね、もうやだ。さすがだな、静かちゃん。それにしても女子寮の周りが地雷だらけとは。誠くん、やっぱり三崎静香さんの生おっぱいなんて僕たちには簡単に諦めんなよ。生おっぱいは無理でも、ちゃんのおっぱい。今日もお母様が残してくださった大切な学園を守ります。男にはいらないものが3つある。ちっぽけなプライド、無意味な体力、そして無駄な玉。このお母様のお言葉を胸に、静香は今日も聖愛学園繁栄のためこの身を捧げる。静香様、静香様、こんなものが。何事です？要求書。自治クラブ会長三崎静香さん、男子生徒会として次のことを要求する。一つ、学園生活における男子生徒の地位向上。二つ、聖愛学園参勤の撤廃。そしてこの要求が認められるまで、女子生徒全員のスカートをめくってパンチーを毎日見させてもらうことにする。男子生徒会会長誠豪介。手を触れずしてスカートをめくること。山田、うん、山田、山田、静香様、琴剛介。
男子生徒会だと絶対に認めません。だったら俺の静香ちゃんのスカートを必ず。おっ、黙れこの変態転校生。男っていうのは好きな女の子のスカートは特にめくりたくなるものなんだよ、静香ちゃん。何バカなこと。怒った顔も可愛いな。どうだ、生まれて初めてのスカートめくりは。生きているって感じがするでしょ。見た目死にそうだけどな。まことくんもでしゅ。本当にでもさ、なぜバレた。これはこれは静香ちゃん、なれなれしく呼ばないで。我々男子生徒会の要求を早く認めないと。勃起しながら言っても何の説得力もない。女子生徒諸君、男というのは精神と下半身のコントロールがうまくいかない時があってたね。もういい。静香様、静香様。男子生徒会団長ですよ。女子の人数は、ほぼ全員が
そう。じゃあ残りの生徒を助けましょう。それは静香様だけしか。え？まさかそんな。静香ちゃん、どんなパーティーかな。一番の強敵が残りましたね。相手にとって不足なし。残るは私一人。それならこちらにも考えは。今に見てますよ。誠康介。あ、静香様。蹴散らしてやりましょう。さすがです、静香！誠くん、殺される前にギブアップするんだよ。やる前に負けること考える場がいるか。出てけ、それ。起き上がってる。我が精鋭学園の未来を決めるこの一戦、自他共に認める強さの静香様が、あの最低最悪な誠康介をどう痛めつけるのか、今から楽しみです。逃げなかったことは褒めてあげます。だって静香ちゃんからの初めてのお誘いなんだもん。1対1で武芸百般のこの私と勝負しようなんて、ほんと勇気あるわね。ふふ俺は男の中の男だからな。まこと君かっこいい。おお、分かってないわね。今ならまだ選ばせてあげる。生きてるうちに転校するか、死んでこの学園の父となるか、それとも静香ちゃんの恋人になるか。まこと豪介、潔く散ってもらいます。あ、お手柔らかにね、静香ちゃん。挑戦者、男子生徒会会長、最低最悪、誠豪介。王者、キチクラブ会長、我らが岬静香様。レフェリー星千佳子。いやー、コスチュームちょっと派手だったかしら。このぐらいやらないと。素敵です、静香様。どこ見てんのよ。あ、ぶっ、おい、スリーボー、まだコンボやってないぞ。おい、黙れ、ダッシュ様。この私がルールだってこと。さすが誠くんでしゅ。
ギブアップするなら今のうちに。うわ、しずかちゃんのおっぱいが当たっている。しずか様、もっと締めて締めて、もう一息です。なんだろうこの感じ、いいかも。早くギブアップしなさい。もっと楽しまないと。この辺痛い。あ、これは痛いわよ。ギブアップしなさい。あ、しずかちゃんのが当たってる。あ、もう何だよ。私がいないと校則を守れる奴が誰もいないようだな。どいつもこいつも短い。はいはいはい。おー、星近子、元気だったか。お前は俺のお気に入りだぞ。おいおい、先生が何か悪いことでもしてるようじゃないか。いけないのはお前のこの短いスカートじゃないのか。うん、嵐先生。ほう、これは三崎静香君、今は自治クラブの会長だね。こんな楽しい学校行事にどうして生徒指導の私を招待してくれないんだ。退院は半年後だと。悪魔と取引したのだよ。お前に会いたい一心でね。おや、三崎君、それは学園指定の水着じゃないだろう。これは脱がないとね。誠くん、ねえ、誠くん、誠くん、ねえ、ごめんない、俺は誠くん。うん、くせや。ほう、どうした。ねえ、ほら、ふん、来いよ。以前の俺とは違うんだな。生身の肉体は捨て去った。サイボーグとして嵐哲美は復活した。体を金属だらけにしておきながら。あ、しずか様。
咲さんがピンチの時に起きろ。こんなにたわわに膨らみをってそうそう、その顔が見たくて早く戻ってきたんだよ。やめろ。うん、静香ちゃんに触るんじゃねえよ。誰お前。おっぱいはな、そうやって触るもんじゃないと俺は思う。所詮が人間。うわっ！うわっ！うわっ！くっそ！とんだ邪魔が入ったが、まあいい。復讐は時間をかけた方が楽しいしな。今日は臨時登校日だ。1週間後学園に復職する時を楽しみにしてるがいい。お前らに地獄を見せてやるよ。ハハ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 ハ。優しくしてね、優しく。あちょっと痛いよ。もう何してんの。もうダメだ、ちっちゃすぎてうまく引っ張れない。ちっちゃいかどうかの問題じゃなかっただろ、お前今。アタックしろよ。いや、もうちょっと待っててください。ペンチ持ってきますから。は？ペンチっておい！大丈夫。うまく皮だけつまむようにするから。大丈夫？じゃあついでに皮取っちゃってもらいます。バカ！そういう問題じゃないんだよ、バカ！あと、実は。もうなんだよ、もう。嵐先生の下着疑惑写真を撮ったのは僕なんです。な、何？すみません、良かれと思ってやったんですけど浅はかでした。まさかこんな最悪な事態を招いてしまうとは思ってなくて。しょうがねえよ、おめえのことだ。どうせ誰かを守ろうと思ってやったことなんだろ。え？でもそれがお前の筋だってんならきっちりけじめはつけろ。はい、とりあえずペンチ持ってきます。あ、パンツ忘れんなよ。あいつここばっかり引っ張るよ。相変わらず粗末ね。静香ちゃん、あ、見るな、お願い見ないで。私がパッタンだから男性都会は解散、聖愛学園は我々自治クラブが。早く転校しなさい。え？嵐が帰ってきた。ここはまた地獄に戻るから。さっきは助けようとしてくれてありがとう、ゴースケ。静香ちゃん？Thank you.
静香ちゃん。何堂々と覗いてんのよ。え？あ、違う。あ、違う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 。あの、話が。俺は負けたけど、男子全員で立ち向かえば。やだ！男になんか絶対耐えない。でも、このままじゃ嵐の芝居。それは私が必ず何とかするんだから。静香ちゃん。動くな！そもそも女子寮の風呂場に来る必要ある？おっぱい見れたらラッキーかなって。ばっかじゃないの？バリカラス。静香様、ちかこさん、お背中脱がさせてください。え、もちろん。 ありがとうございます。俺は静香ちゃんを守りたいんだ。静香ちゃんを守るナイトになってみせる。俺たちの力で嵐を倒そう。具体的には？我々男子生徒会は皆様からのアイデアを募集しているよ。きっと倒す方法がある。何言ってんのよ、ぶっ飛ばされたくせに。あれはぶっ飛ばされたんじゃなくて、自らぶっ飛んだんだ。はぁ、あの、何？誠くんの死んだけど、嵐先生を、細胞化した嵐先生を押し込んだあのパワー見ましたよね。実証実験しましょう！実証実験？こういうパターンってピンチの時に発動するんでしょ？だからって。もっと死に直結しなきゃダメなんですよ、きっと。ちょっとお前。そうです。誠くんには、秘められた何かが。絶対。ちょっと待って、お前らそんなもんどっから持ってきたんだよ！なあ、ちょっと、戦う前に死んじゃう！ああ！静香様、当てにした我々がバカでしたね。行きましょう。え？ちかこちゃん！ちかこちゃん！これだ！見たわね！秘められた何かって何よ！多分、間違いないかと。いいから言ってみなさい。誠くんは、自分のエロをパワーに変えることができるんでしゅ。はぁ？あの時、静香さんのあられもない姿に、誠くんの股間が勝手に発動。あの、偶然にもあの信じられないパワーの発生源になったんです。へぇ。誠くんには、うちなどエロを高めるために、これから戦い当日まで禁欲生活を始めてもらいます。え？いや、それは無理。賛成！まっすぐ。欲しすぎてよ、ちゃん。なんでこうなるの？女子のみんなに協力してほしいんです。男子のみんなにもお願いしたいんだ。協力って、やっぱ種類はたくさんあった方がいいから。種類？じゃあ人数も多い方が。あ、大勢でポーズ決めたいとか。お尻お好きなんですか？まあやってきなかった。これつぼみクラブじゃないですか。うん。いいんですか？これは使えますよ。ありがとうございます。
これ全部ですよ。ありがとうございます。前に出して、そうそうそう、こう、もっとパイをこう、クッ、あ、セクシー OK。もう一回、ラスト10本いきますよー。はーい。はい。はい。おーしゅー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 。はい。先生がこの学園に戻ってきます。自治クラブと男子生徒会でこの学園を全力で守ります。もし万が一のことがあっても女子は厳しく規律を守っていればひどい恥ずかしめを受けることはないでしょう。そして男子は女子が恥ずかしめを受けていたら今度は立ち向かって行ってくれることを希望します。筋肉痛いて。あれ大丈夫？しずかちゃん。お疲れ様。うん。私、男の子とこうやって二人で歩くの初めてかも。あ、そうなの？誰でもいいってわけじゃないんだけどね。まさか。いえいえ、そういうわけじゃなくて、あの、これ、コスケに。あ、ダメ。これは、ピンチの時しか見ちゃダメだから。わかった。わかった。わかった。ちょっと、ピンチの、ねえ、ちょっと返して。うん、だからこれは、ピンチの時しか見ちゃダメな写真が入ってんの。あ、わかった。絶対見ちゃダメだよ。わかった。だね。あ、送ってくよ。うん。私の方が強いから大丈夫。ああ。じゃあおやすみ。うん。また明日な。うん。コウスケが私のナイトになるって言ってくれて。嬉しかった。
お。俺負けないから。これはこれは、出迎えありがとう。コウスケ。嵐先生。我々聖愛学園の前生とは、あなたの復職を断固拒否する。拒否だと？それは聞けぬ相談だな。このままお引き取り願いたい。帰らぬと言ったら？徹底抗戦あるの？コウスケ！一発で！パワーが圧倒的に違いすぎる。歓迎してくれるとばかり思っていたわ。三崎静かよ、俺様に従順な態度を示せ。そうすればこれまでの無礼、許さぬでもないわ。嵐先生、みんなは今まで通りの学園生活が送れるんですね。静香様、ひざまずいて自分の手でつけろ。静香様になんてことを。チカ子さん、お前は相変わらず俺様のお気に入りだぞ。やめろ。山田くん、チカ子さんに触るな。サブキャラめ、すこめ。そうそう、女子をかばう男子も良罪とする。ああそうだ、その直視だ。美咲よ、その首はよく似合ってるぞ。さあこれからは俺様自身が聖愛学園の掟だ。そうはさせるかい。静香ちゃん、その格好全然似合わないぜ。コウスケ、嵐先生、我が聖愛学園は自治クラブと男子生徒会によって守ることになった。よって学園内の秩序を乱す者は、たとえ教師であろうと、生徒代表であるこの誠剛介が学園内には一歩も入れさせる。面白い、この俺様に力比べて挑むとはな。あっ！コウスケ。
カウト勝つ。今です。俺たちのエロ本セレクションをやめるな。説明しよう。厳選されたエロ本をさらに魔法陣にすることにより、誠剛介にエロパワーが無限に供給される仕組みなのである。山田くん、剛介バカム、今や動画主流の時代に何誠くん、自分のエロスパワーを信じろ。俺たちのために裸になってくれているエロ本モデルさんたち、俺に力を。アダルトコーナーのカーテンもくぐれないやつに、この俺が負けるか。特別指導を始める。俺の前に並べ。俺様に従う生徒は楽しい学園生活が待ってるぞ。そこから動くんじゃねえ。ほう、まだ頑張るか虫けらめ。この聖愛学園のみんなが教えてくれたことがある。今の俺たちにできるエロいことなんてきっとたかが知れてる。でも彼女たちは俺たちに最強の力をくれるんだ。10代のピュアなエロをバカにするな！そいつを今、お前にぶち込んでやる。みんな！やーい！くそー！
なめるな。嘘。俺はな、お前らなんかよりも度エロかった。だからこそ度エロい自分がただ恥ずかしかった。それってエロい話ができる友達がいなかっただけじゃ。うるさい。こんな恥ずかしい夜になってしまったのは誰のせいだと思う。自分のせいじゃ。ガハッ。違う違う、全部女、女のせいだ。俺をこんな風にエロくさせる女どもがいけないんだ。ガハッ。だから厳しく指導せねばいかんのだ。何言ってんだこいつ。なんだお前ら、その反抗的な態度は。許さんぞ。ゴウスケ、受けちゃいよ。もらった写真見ればよかったが。なんかいつだって見せてあげるから。死ぬ前に見たかった。ゴウスケならいいよ。自分で見せるのって恥ずかしい。静かちゃん。教えてやろう、ガキの未熟さを。パワー予測値を計測不能。ママよ。静香ちゃんのパンティ感じろ。たちの勝利だ。写真ってどうしてんの？え？あ！
よくした。ええバカバカバカ、もう死ぬ気で探しなさい。そんな大げさな。ちなみに何が映ってたの？殺されたいんだ。ごめんごめん。皆さん、静香様の大事な写真がなくなってしまいました。みんなで探しましょう。とにかくピンク色の封筒に入ってる。ピンク色の封筒。これ。